こんばんは。今日のやつはこちらです。サクサク軽いポテロングです。塩味です。これはもうロングセラーの昔からあるお菓子なので、皆さんもご存知ですよね。今日は定番の塩味しか今の季節はなかったんですけど、以前は何だったかな、ホタテ醤油かバター醤油か何だったかな、黄色のパッケージだったかながあって、それすごく食べてたのを今思い出しました。開けますね。あー、これこれ、このね、この箱に入ってるから割れてないんですよね。これすごい。そしてこの文字通り軽いんですよね。いつの頃からかここにノンフライって書かれるようになってたんですけど、私が小さい頃もノンフライだったのかな。 45g 214kcal ですね。長いんですよね。これくらい。ではいただきます。いい音が伝わってるかな。私のお腹がポテロングを欲してますね。じゃがいものうまみ引き立つあっさり塩味、サクサク食感がやみつきになる長い長いノンフライスナック。この森永なんだ。森永ってちょっと意外かも。ポテロングってこんな感じで空気がいっぱい、見えないかな、入ってて、ダメだ、ピントが全然合わない。そう、こんなに昔からあるお菓子なのに、不思議と似たような商品が未だにないんですよね、ポテロングって。見た目とかこの入れ物の感じとかだと、じゃがりこがありますけどね、あれは食感が全く
違うから、うん、なんかずっと食べてる、止まらないです。このポテロングのこの感じはこれでしか食べれないんで、でこのね軽さとお芋感、これがね止まらないんですよね。正直一箱なんてあっという間で、出したら他の味が出た時とかはこの塩と他の味と2箱とかすぐ食べちゃうんですよね。28本で、私今2本か3本食べてるので、だいたい30本から31本入ってるのかな、ね、これはもうどこでも買えるし定番だし、あとなんでしょうね、持ち運びもいいですよね。こう割れないから持ち運びもしやすいし、うん、これは本当なくならないでずっとあってほしいお菓子ですね。定番ですよねポテロング。期間限定の次の味も楽しみです。では、おやすみなさい。